仙台市中心部では落ち葉の周りに水たまりができています。そしてこちらには落ち葉が排水溝にたまり、水の流れがかなり悪くなっています。県内は発達する低気圧や前線が近づいているため、昨夜から雨が降り始め、明け方からは広い範囲で雨が降っています。午前11時までの最大1時間雨量は石巻市雄勝で 21.5 ミリ、女川で 16.5 ミリなど強い雨が降ったところもあります。雨は夕方まで降り続き、昼過ぎまでは大気の状態が不安定になっているため、雷を伴い1時間に30ミリの激しい雨が降る恐れもあります。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意してください。